マークメロは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。ニューヨーク州バッファロー出身。少年は1965年と申される。ジョニー・ B ・バットのリングネームでも知られ、1990年代の WCW や WWF において、主にヒールのポジションで活動した。WWE ディーバの元祖とされるセーブルは彼の元妻である。 プロレス転校前はボクシングで活躍し、ニューヨーク州のゴールデングローブを3回獲得。レーザーラドックのスパーリングパートナーを務めたこともあるという。1990年にプロレスラー転校を決意して、タンパのマレンコファミリーの下でトレーニングを積む。1991年、フロリダのインディー団体でデビュー。後にアンダーカードのジョバー要員として、WCW に出場。 1991年5月、当時 WCW のブッカーだったダスティ・ローデスのアイデアにより、1950年代に活躍した黒人ロックンローラーのリトル・リチャードを模したギミックのジョニー・ビー・バットに変身。このリングネームは同じくロックンロールの創始者であるチャック・ベリーの楽曲ジョニー・ビー・グッドから取られたが、メロ自身は黒人ではない。 テディロングをマネージャーにショーマン派の中堅ヒールとして対等し、1991年始末期はイエロードッグコトブライアン・ピルマンと構想、ピルマンの保持する WCW ライトヘビー級王座にも挑戦した。以後、カクタス・ジャックやスタニング・スティーブ・オースチンとの構想を経て、1994年9月18日にロード・スティーブン・リーがあるから WCW 世界 TV 王座を奪取。 以降も1995年10月29日にダイヤモンドダラスページ1996年2月18日にはレックスルガーを破り同座を通算3回獲得した。日本には1995年4月当時 WCW と提携していた新日本プロレスに来日しておりジュニアヘビー級戦線にて飯塚隆ややルサムライから勝利を収めている。 マークメロイン19 1996年3月、ワイルドマン・マークメロのリングネームで WWF に移籍。ボクシングスタイルのベビーフェイスとして、妻のセーブルことレナメロをマネージャーに、ハンター・ハースト・ヘルムスリーやゴールダストと構想を展開。同年9月23日には、トーナメントの決勝にて、ファルーク・アサードを破り、 前王者アーメッド・ジョンソンの欠場で狂いとなっていた WWF インターコンチネンタル王座の新王者となった。しかし、女性マネージャーのセーブルが人気を集める一方で彼、自身はブレークすることができず、セーブルの人気に嫉妬したというアングルのもと、1998年より再びヒールに転向。マーベラス・マーク・メロとリングネームを改め、黒人女子レスラーのジャクリーンと合体。 彼女とセーブルの構想にも介入した。また、ボクシングのバックボーンを買われ、同年6月末より行われた、シュートファイティングトーナメント WWF ブロールフォーオールにも出場。1回戦でスティーブ・ブラックマンに敗れた後、ブラックマンの負傷で2回戦に進出するも、ブラッドショーに敗退した。1999年の WWF 離脱後に、 セミリタイヤしリングネームをジョニー・ビーバットに戻して、インディー団体に単発参戦。2001年末には、妻のレナメロと共に、WCW 崩壊後に、ジミー・ハートらが旗揚げした、XWF の TV テーピングに参加し、カート・ヘニング、ノーマン・スマイリー、ミスター・ジョーンズ、バフ・バグウェルと対戦。 2004年11月から2005年1月にかけてはティネに出場していた。私生活においては2004年にレナと離婚し、2009年に別の女性と再婚。また、2007年にクリス・ベノアが死去した際には、MSNBC などの取材で自身の過去の薬物体系を語り、WWE のステロイド化を非難した。引退後は、フロリダ州オーランドに居住して、 フィットネスクラブ、マークメロボディースラムトレーニングインスティチュートを運営する一方、薬物乱用の危険性を訴えた講演活動を行っている。ありがとうございます。